不連続殺人事件は、坂口安吾の長編小説。安吾が初めて書いた推理小説である。次々と発生する不連続な殺人事件に、名探偵、古瀬博士が、心理の足跡を推理しながら、動機を追跡してゆく物語。雑誌掲載時には、作者、坂口安吾から読者への挑戦として、真犯人宛ての懸賞金がかけられた。 1947年8月1日、第一書防発行の雑誌、日本小説9月号から、翌1948年8月号まで連載された。単行本は1948年12月に、イブニングスター社から刊行され、第2回探偵作家クラブ賞を受賞した。1977年には、同作を原作とし制作。 公開された、ソネ中世監督の日本の長編劇映画もある。また、1990年には、富士テレビで2時間ドラマも作られている。少年時代から、欧米の探偵小説愛読者であった、坂口安吾は、戦時中の飲み歩くのも、不自由となった頃、同人し、現代文学の仲間らと、大い手で、探偵小説の犯人宛てゲームに熱心だったが、自身も、 探偵小説執筆の構想を考えていた。暗号が犯人を当てることはほとんどなく、君たちには絶対犯人の当たらない探偵小説をそのうちに書いてみせるよと言っていたという伝説もある。ある日暗号は約350枚の原稿用紙の束を持って第一書房の雑誌、日本小説の編集部に現れ、 雑誌の編集意図が気に入ったのでこの長編小説を連載してくれないかと編集長の和田義恵に申し入れたとされる。また、以前から雑誌、日本小説記者、渡辺明に小説の執筆依頼をされていた、ともされ、江原郡、矢口町寺や姿の安形の暗号の家で毎週水曜日に行われていた飲み会に参加していた渡辺明が、 そこで焼酎を飲んだ後に確決したことに責任を感じた安吾が渡辺の療養費のために不連続殺人事件の原稿料を彼に回し安吾自身は出版社から報酬をもらわず雑誌連載中に行われた読者への検証金も安吾の自腹から出していたという検証金はアンから読者への挑戦状という形で犯人を推定した最も優秀な答案に この小説の解決編の原稿量を差し上げますという、新犯人宛ての課題が連載第1回に掲載された。この犯人宛てで、大井広介平野健、荒正と江戸川乱歩らの文人も指名して挑戦し、結果は最終回で発表されて4人の読者が犯人推理について完全答案を提出し、文人では大井広介が4等入選した。等は、 物理学校の生徒だったという。暗号の随筆、私の探偵小説では、私もそのうち、探偵小説を一つだけ書くつもりとしていたが、不連続殺人事件に続いて、長編、福音殺人事件や、シリーズもの,の、の明治開化暗号鳥物帳、その他短編を中心に20作ほどの探偵小説を執筆することになった。不連続殺人事件が発表されると、 ファンの間で評判となり、探偵小説関係者にも高い評価を得た。江戸川乱歩からは、日本の純文学作家の探偵小説は、谷崎純一郎、佐藤春夫漁師の23の作などごく少数の、例外を除いて、見るに足るものがなく、見事にこの定説を破ってみせ、ある意味では我々探偵作家を同目せしめたと言って、いい、トリックにおいては内外を通じて、 前例の内心形式が考案されていたと絶賛され、1949年2月に第2回探偵作家クラブ賞長編賞を受賞した。松本清張は日本の推理小説史上普及の名作で、欧米にもないトリックの創造である。人間の設定、背景、会話が巧妙を極め、それに死の得意な文体が加わって、その全体が一つのトリックだと気がつくのは、 全部を読み終わった時であると評している。文芸評論家の七北数人は、暗号が回帰単美の味わいを出すことに長けているにかかわらず、あえて文学的な要素を排除し、謎解きのゲーム性を重視しているとし、複雑な人間関係そのものがトリックになる本作では、この書き方が必然でもあったと解説している。下記に一連の被害者名と殺害方法を挙げる。 舞台は、第二次世界大戦から2年が経過した1947年、夏、N 県。県内有数の財閥、歌川多門邸で、流行作家の持月ワニが殺害される事件が発生する。凶器のナイフからは二人の女の指紋が発見され、もう一人の女のものと思われる、小さな鈴が、被害者のベッド下から発見される。宇川家には語り手である、小説家のほか 多数の人物がダモンの息子であるカズマの手紙により招待されていたが、カズマによれば、その招待状は偽物であった。招待客、使用人、家族を合わせ、29人の人々が滞在していた、歌川邸では、家族のみならず戦争中に疎開していた10人や、その他の招待客らの間でも乱脈な性関係がなされており、さらには、複雑な憎悪が絡み合っていた。 そしてその夜、玉音、とセム氏の詩人、内見明、千草と次々に殺害されていく。さらに一週間後の8月26日には、第5、第6の殺人が実行される。コーヒーに混入された毒物で、かよこがプリンの中へ混入されたモルヒネで、タモンが殺害され、同時に異なる場所で殺人が起きてしまう。次々に起こる殺人事件に、 一貫した動機を乱すことはできず、次に誰が殺されるのかも予想がつかない。連続殺人事件であるのに、動機に一貫性がない。犯人が複数なのか、あるいは真の動機を隠すためだけに殺された被害者が存在するのか。この事件が不連続殺人事件と呼ばれたゆえんである。第6の殺人から10日後の9月3日、不連続殺人の不連続たる一石が投じられる。 女流作家の宇津木秋子が殺されたのである。さらに、6日後の9月10日、明け方4時、綾香夫人と一馬が、青酸化狩りによって死亡。警察は翻弄され、ついには8人の被害者が出て、宇多川家は滅亡する。探偵である、小瀬博士は、最後の被害者が出る直前には真相に気づいていたが、証拠をつかむために屋敷を離れていた際に、 事件の解決を急ぐ、あまりに行った警察の挑発を、個性博士のものと勘違いした犯人により、最後の殺人が起こってしまったのである。残った人々を一堂に集めた、個性博士は、犯人が唯一ミスを犯した、ある殺人において、真理の足跡を残したと指摘して、事件の真相を語り始める。 不連続殺人事件は、同名の長編小説を原作2977年制作、同年3月15日に公開された、曽根中世監督による日本の長編劇映画である。制作辰巳企画 ATG、配給 ATG。ATG は、東方の関係会社である。歌川一族、名雲一族多門の目掛けとその配偶者その他の、 宿泊者たち宇多川家の使用人など、警察関係者、ありがとうございます。